北川さんよろしいですか？今まで結構初心者は自分の内側の方にっていう意識の集中の持ってき方っていうのがあったんですけども、ラグビーの場合って10度以上にぶつかるじゃないですか。はい、そうすると自分のそっちの方に意識が集中いっちゃって全然自分の姿勢が保持されないとか逆の現象と起きたりするんですか？そうですね、ラグビーの場合はそのタックル行くにしても何にするにしてもやっぱりその安全面がすごく重要で、その安全にプレーするためにはその大事なスキルがたくさんあるんですけども、そのスキルをこうどうやりきるかってところにわりかしフォーカスしてるというか、だからこう相手がどう来るっていうことよりも自分のこのスキルのところに結構フォーカスしてることが多いですよね。はい。はい、なんか、はい、答えになってますね。レベルが上がってくるとどんどんどうなってきますか？レベルが上がってくると、いや、もちろん最初はね、そんなタックルとかしたことない子どもたちがタックルするってなったらもちろん怖いですし、その自分のスキルがどうこうっていうことよりも、相手に対してやっぱりこう意識はいってるとは思うんですけど、レベルが上がれば上がるほどこう自分の方向に、自分が何をやるかってところに、フォーカスしてる部分が多いのかなと思いますね。